関西では昆布トロの椀で通ずるようになっているので、ここではそうしておこう。これくらい簡単で明瞭なうまさを感じるものは他に類がないかもしれない。関西人はことに昆布を食いつけているので味がわかり、十分に賞味できることから多くの人が賞味しているようである。ただここでは昆布が良くないといけないのであって、東京では昆布をあまり知らないところから、とろろ昆布、もずくがあるけれども粗末にするものが多い。いい昆布で削って肉のないようなものが良いのだが、東京では特殊店に行かないとない。しかし関西では自由に手に入る。上等品は白く柔らかくふんわりとしていて、真っ白く削られたものがよろしい。日常の惣菜には黒いのでもうまいにはうまいが、品が悪い。何にしても昆布だけの吸い物だから、昆布を中心にして昆布の洗濯をするほど効果がある。また昆布の吸い物ゆえに、その出汁は鰹節だけでよろしい。鰹節といっても良し悪しがあるから、鰹節屋に行ってよく乾燥して高いものを買ったらよい。それだけで立派な吸い物ができる。ここでも薄口醤油をぜひとも使ってほしい。東京のものより半額ほど安いのだから手に入れてほしいものである。さて、昆布トロを存在にやるときだったら、椀の中にとろろ昆布を入れ、化学調味料でも少し入れ、醤油を加え、それに熱湯を刺すだけでできるのであるが、それでは荒っぽい存在な間に合わせ仕事で、料理らしく上等にするにはぜひ鰹節の出汁を取り、それに薄口醤油を入れ、普通の汁よりちょっと水っぽくして、それを椀の中のとろろ昆布の上から注げばよろしい。ただしそれには条件がある。この中にネギのみじんに刻んだのを入れるのと入れないのとでは味が非常に違うということである。入れないとなんだか物足りなくて、味の上に大いなるおとりがある。今までネギを入れてやったことのない方があったら、ぜひお試し願いたいものである。